こんにちは。お帰りしてる。はい。ただいま帰ってきました。ちょっと予定があるので、朝早くから新幹線に乗って帰ってきました。もう早起きしてるのにさ、新幹線で大爆睡。新幹線でもう大爆睡。死ぬほど。雨、そう、新潟マジ雨やばくて、なんか電車とか止まってるみたいで、マジなんか早めに来て正解だったかも。もしかしたら帰れなかったとかワンチャンあったかもしれない。なんか電車がなんか2時まで止まってるとか、なんかそういうの言ってた親たちが。ね、なんか新潟やばそうらしいですよね。ちょっと早めに来てよかったです。だからこっち来たらめちゃめちゃ晴れててびっくりした。すっごい大雨だった朝から。もうガラス、車のガラスもう何にも見えないぐらい。分かったです。こんにちは。ちょっといい感じに、いい感じのお昼の時間から久しぶりに配信できて嬉しい。ちょうど12時、ちょうど12時ぐらいだよね今。めっちゃちょうどめっちゃちょうどです。久しぶりにお家帰ってきました。ね、でも本当に4日ぐらい新潟にいたから、その前も関ヶ原で遠征してたから、なんか久しぶりのお家って感じです。ねえ、灯籠祭りなのに天気残念。マジでそう、その通りすぎる。そうなんだよね。この花火行こうかね。ひなも本当は行きたかったんだよね、めちゃめちゃ。でも昨日の前夜祭は行けたので、まあ、それはまた写真あげますね。ネット環境悪かったりする？大丈夫？でもこの雨の中どんな感じなんですかね。雨が夜までに止んでくれたらいいけどね。新潟のこっちはもうめちゃめちゃ晴れですね。とってもこっちはとんでもなく晴れてましたわ。大坊主だよ。大坊主か。こんにちは。
この空気おいしい。いやほんまに、いやいや本当に地元帰ってなんかもうマジで都会帰りたくないって思った。空気がおいしすぎてなんかもうそれだけでどんな病も治りそうって感じ。皆さん今日はお仕事ですか？お昼休憩中とかかな。ありがとうね、お昼の時間に見に来てくれて。セミや日暮らしの鳴き声に癒された。おお、いいね。やっぱなんか、いやでもひな思ったのがやっぱなんか虫が多いほんまにいやもうめっちゃ虫嫌いなんだけど、とにかくとにかくひな虫嫌いなんだけどあのねまあなんかこの弥彦に帰ってそのまあ動画をね、動画を撮ってもらってることが多かったんだけど、最近ちょっと YouTube のリール頑張ろうって思って動画を撮ってることが多かったんだけどもう虫を見つけて叫んでる瞬間が多分ねなんか2本ぐらい撮れてて、 2,3 本ぐらい多分撮れてたんかな。そのたまたまね、たまたま普通に動画撮っててやっぱ虫多いんだなって思った。やっぱね自然豊かだからそりゃそうですけどさ、やっぱ自然豊かなんだなっていう感じです。自然いっぱいということは虫さんも多いというわけ。そうなんだよね、そういうことだよね。昼休憩中です。お疲れ様です。みんな忙しいのかな今日も。もう土平日だしね。このさ、金曜日でもない木曜日が一番何も頑張れなくない？うわー、明日もあんのかよみたいな。頑張ってください今日も。皆さんお疲れ様です。幸せ運ぶ先ほんまに大好きなんよね。アイドル曲の中で一番好き。嬉しい嬉しい、ありがとう。今からお出かけ、そうちょっとね用事があるので準備してます。はい、木曜日はあと2日頑張ればいい日に会えるって大体なる。わあ嬉しい嬉しい。そっか、まあね、休日のライブがやっぱ、休日っていうかね土日のライブがやっぱ多いから嬉しい。今日はI'm going to go to the hospital.
そやな東京。暑いやろな。いやマジ新潟で美味しいもん食べ過ぎたから本当にダイエットしないとやばい。本当にひなのブクブクがひなのブクブクが、巻き髪うまくなったね、嬉しい。いやマジで東京に来て髪の巻き髪上手になった本当にあの東京来た頃はコテも使えなかったですからね。今思ったらコテすら使えなかった。今日のひなの顔に足りないものは何でしょう。私もわかりませんあ、シェーディングしたい。自信絶対にそうそうなんだよな。それに関しては一生の課題。キラキラ、確かにキラキラまだつけてない。正解正解、キラキラつけます。コスメ買いに行きたいんだけどね、行く時間がなくてさ、行き足りないんだよね。欲しいコスメが今ありすぎて、ありすぎているんだけどさ。こんにちは。東京帰ってきちゃったな東京帰ってきちゃったな。こんにちは。この間インスタでリキッドアイライナーの広告が流れてきたけど、そうそう、マジすぐね、マジですぐアイラインなくなるからさ。マジですぐアイラインなくなるんだよね今本当に。なくなるっていうのはそのなくすじゃなくて、あの使い切るの方ね。まあなくすことも多々ありますけど。確かになくすこともありますけど。
すぐに息が出なくなっちゃう。ヒコに行ったの一般行けなくて混んでました。なんで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 やねんねんねん。なんかね、実家に帰ったら犬アレルギーで肌が荒れました。マジでなんかニキビとかじゃなくて、なんかそのジンマシン系のあれ、もう朝、今日とか朝起きてびっくりした。なんかそのブツブツってボコボコしてるわけじゃなくて、そのジンマシンの赤みが顔にめっちゃ出てて、お酒飲んだみたいな、お酒飲んだ時みたいな感じ。変な、お酒飲むとあんまし顔は赤くなんないんだけど、そのニキビ跡みたいなそののが浮き出てくるんですよ。そういう感じで今日朝起きたら、まあ、すっぴんじゃん、もちろん起きたら、なんかニキビとかじゃなくて、そのジンマシン的なのが顔にめっちゃ浮かんでて、絶対犬アレルギーやんと思って、そう、目もかゆいし顔もかゆいし、そうだから めっちゃ手洗ってからメイクした。本当にいい加減にしてほしい。うん、大変です。やっぱり犬アレルギにびっくりしちゃった。顔のブツブツさに。今朝がヒコにめっちゃ雷、そうなの、朝からめっちゃ雷鳴ってて、もうゴロ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 にめっちゃ雷鳴ってて、やばかった、怖かった普通に。怖かったです、とても。はい、こんにちは。結局住むなら東京と彦どっちがいいの？ねえ、でもひなはもう田舎に、その帰省で帰るのはいいけど、その田舎に住むってちょっともう無理かなって思っちゃうようになっちゃった。なんかそう、もう田舎は田舎でいいところたくさんあるんだけど、で都会は都会でいいところたくさんあるんだけど、もちろんやっぱ田舎は好き、大好きけど、その今住むのはやっぱこっちだなって。そう、やっぱ楽だしね。うん、まあでもそのまた自分が大人にっていうか、まあちょっとこう落ち着いておばあちゃんになって弥彦に戻るのもありかなみたいな感じ。そう、若いうちはちょっとこっちにいたいなとは思う。うん、なんとなく若いうちはちょっと都会にいたいなっていう感じします。ちょっとだから将来かな、田舎に住むなら。
ていう感じ。子供育てるに自然豊かなところの方がいいかなと思う。うん、ひなもそれはもう、うん、そっちの方がなんか勝手にね、勝手に偏見だけど、なんかそっちの方がいい子にも育ってくれそう。勝手にだけど、自然あった方がなんか勝手に、それに関してはもう勝手だけど、見てこれ、ファンの方からあのひなのパパママにもらったお菓子なんだけど、盗んできたこれマジで美味しい。みんな食べたことある？生サブレ、これ大好きなの。あの3つぐらい朝から 家からあのカバンに盗んできて、新幹線で2つ食べて、あとこれだけ残ってるやだー、もっともらってくればよかったもっともらってくればよかった。生サブレみんな食べたことない人食べてほしい。マジでうまいから、マジでうまいよ。ちなみにちなみにめっちゃうまい。ちょっとね、12時半になったら終わりにしますね。パクったと、そう、あのファンの人にその親御さん、そのお家に、お家にって言ってもらったんだけど食べたいと思ってちょっと盗んできたマジでうまいよ、それが。またお願いします。まあテレビ専用じゃない食レポをさせていただいてよろしいならば、食レポしていただくと、あのひなの好きなあの粘土って感じの食べ物ひな粘土味のある食べ物めっちゃ好きなんですよ。そういう和菓子とかあるじゃないですか、あの職人さんが作るお花とかの和菓子とか、これも結構粘土味あって、かつその何に例えるかというと、生のクッキー、みんな生のクッキー食べたことある人生で。ひな、あの本当はダメだよ、本当はダメだよ、本当はダメだけど、あの生のクッキーってめっちゃ美味しいんですよ。でひな、ちっちゃい頃からクッキーを作るたびにバレないようにその生の生地をよく食べてたのね。バレないようにそのクッキーの生の生地を、ダメだよ、もうお腹壊しちゃうからね、本当はダメだよ。でもひなって謎にお腹強いから、なんかそういうのでお腹壊したことはなかったんだけどあの本当はダメだよ、これはもう推薦しませんけど、生のあの小麦粉の生地、そう、食べるのめっちゃ好きで、そんな感じ簡単に言ったらそんな感じマジで、でも本当に美味しい。だから一回食べてみて、これだったらあの生じゃない、あの食べれるから、お腹壊さないからそう、生のクッキー食べたことないよっていう方もぜひ一度これを食べて、生のクッキーというのはこんなものかというものを味わっていただけたらと思います。いや、マジでねこれ大好き。しかも味も、え、生のクッキーの味食べたことある？マジうまいんだよ。もう焼いたらもったいないっていうぐらい生のクッキーってマジでうまくて、もう焼くのがもったいなくて、ひなもうクッキー作るって嘘ついて、
あの焼かずに全部食べたことあるもん。焼かもうえこれを焼いてしまう、もちろん焼いても美味しいよ、もちろん焼いても美味しいけど、生はその何倍も美味しくて、クッキーの生って、クッキーの生ってその何倍も美味しいんですよ。だからもう焼いてしまったらもったいない、こんなに美味しいものを焼いてしまうのはもったいないっていう考えをしてて当時。だからじゃあちょっとクッキー作ろうかなって言って、あのバレないように焼かずに結局全部生で一人で食べたりとかしてました。そうバカだよね本当に、なんか謎にお腹強くて謎にお腹強くて、そうだから推薦はできないけど、ちなみにめっちゃうまいよってことだけみんなに知ってほしい。焼いて味落ちるってこと、え、もうもちろんクッキーって美味しいじゃん、そうクッキーって美味しいんだよ、でも味が落ちるというかもう別物の味になる。そうなんかもう生はもうその小麦粉の味と、小麦粉のなんか味とそのバターと砂糖がもうめちゃめちゃちゃんと引き立った、もう最高にうまい味の粘土なの。でも焼いてしまったらもう普通のクッキー、もうただのクッキー、美味しいよもちろん、けどその粘土感はもうないし、もう味も全然違う、もう別物、味ももう全く違うの。そうちょっとみんな一度ご覧あれ。はい、ということで配信終わりにしたいと思います。あの推薦しないから、あのみんな食べない方がいい、あのお腹壊しちゃうから、だから皆さん一度あのこの生サブレ、ひなめっちゃ好きだから、生サブレこれいちごもマジうまい、いちごもマジうまい、ちょっとみんなにぜひ食べてほしい、ということで配信終わりたいと思います。お昼からありがとうございます。ランキング読めます。13位キムさん、12位ポンスケさん、11位タケメグさん、10位カズキさん、9位 ARK さん、8位マックス月315号さん、7位ツルさん、6位ティンバレラさん、5位マシオさん、4位ケイワンさん、3位ジンさん、2位ひろゆきさん、第1位アンドゥさん、ありがとうございます。ということでお昼から見てくださってありがとうございました。今日も午後も頑張りましょう。ありがとうございました。行ってきます。バイバーイ。ありがとうね。またね。